we're back. This is Hideki Answers Volume 2 with Hideki Kamiya. こんにちは。じゃあこれから日本語でいきましょう。はい、どうぞ。はい、じゃあ、リュウさんは公式サイトの方でコントローラーの操作方法が追加されてましたが、操作についていくつかの質問があります。まずキーコンフィグはできるのかという点です、うん、キーコンフィグは基本的にはできない。いろいろ検討してみたんだけど、まあなんだろうな、キーを入れ替えしてみることにそんなに意味がなかったから、操作に関しては、固定ですね。まあ大丈夫だと思いますよ、うんうん。もう一つ、個人的にこっちの方が、こっちが重要なんですが、ベオに挑発モーションはないですかね。操作方法を見た感じ見当たらなかったんですが、海外のユーザーも挑発ないかっていう質問を聞いてますよ。あるに決まってるやろと。まあ心配いりません。ありますよ、挑発。うん、挑発のセリフもすごく好きですよ。まあ、挑発も、まあ、ただ挑発するだけじゃなくて、一応こうゲームの、その、まあ、ゲーム性に関係してるんで、当然挑発をして隙ができる分、まあ、うまいことそのゲームに組み込んでてもらえたら、まあ、かっこいいプレイができるんじゃないですかね。はい。じゃあ次に行きましょう。はい。AI さんは、レオネタと関係ない質問ですが、任天堂が難しい場面をスキップする機能を搭載するとのことなんですが、神谷さんはこれどう思われますか？難しいからスキップというのは、まあ、自分がゲームの開発者ならすごく残念に思うのですが、これはなかなか難しい問題だな。まあ、確かに作ってる方としては、まあそうな好きでこうユーザーにスキップしてほしいとは思わないけど、まあでも実際こう買ったゲームをクリアしてないゲームっていうのがパーセンテージ的にはすごく多くを占めるっていう、その集計が出てるんだよな、うん、っていうことを考えると、まあちゃんとまあお金を払って買った以上、こう最後まで遊びたいっていうユーザーもいるだろうし、まあ、何らかのそういう対処をしなければいけないんだろうなっていうふうには思う、うん、でもまあスキップよりもイージーオートマティックですね。まあそう、まあ、ベオの場合はオートマチックが入ってて、まあ、今回もだからその今までもその、まあ、ノーマルに対してイージー、ベリーイージーみたいな形でこう難易度を落としていって、こうゲームの苦手なユーザーにも遊んでもらうようにっていう配慮はしてきたんだけど、そのどこまで落としたらいいのかなって、これさすがにここまで落としたら簡単すぎるやろうと思っても、うん、本当にゲームが苦手な人にとってはそれでも難しかったりするから。でベアの場合は単にこう敵が強いとか自分の体力が少ないとかっていうだけじゃなくて、操作もこう複雑だったりするから、それがなかなか初心者にできないっていうことで、まあ、デビル作った時もそのオートマチックっていうのをやってみたんだけど、今回もっとオートマチックの操作性に関してはベオはすごくこう進化していて、まあどっちが先になるかな、このインタビューがの公開が先になるのか、どっちが先か分かんないけど、二次オートマチック そのプレイしてる動画っていうのも公開しようとしてるんで、まあ、それを見てもらったら初心者の人が安心するんじゃないかなと思いますね。うん、はい。岸本さんがプレイしてるんですね。そうそう、楽しみです知るかよ青さん、さて質問なのですが、今回の質問、オクタイムービーの中にムービーをスキップすればという感じの話が出ていましたが、ベオムービーってものすごく綺麗ですよね。スキップする前にロードという感じにはなんないでしょうか。うん、すいません、今日風邪ひいてて鼻水がぐずぐずで、まあ、質問の答えなんだけど、まずこのねムービースキップに関してなんだけど、ね、せっかくいいムービーだから、うん、俺は自分でプレイするときはスキップしないんだけど、うん、まあ、ちゃんとこうねプレイして、でムービーが入ってっていう流れをこうちゃんと楽しみながらプレイしてるんで、まあプレイに没頭したいっていう人は2回目以降は、まあ、飛ばしちゃうのは仕方がないのかな。まあ、せっかくだから、まあね、2回とか3回も楽しんでほしいんですけど、うん、
まあ、それはそれとして、スキップね、うん、まあ、スキップする前にこのこれに関してはまあ、いわゆるそういうイベントシーンが始まる前に何かこう暗転が入ってでまたイベントシーンやってでそれが終わったら暗転っていう、まあ、どうしてもこう作ってる都合上そういう風になってしまいがちなんだけど今回はうちの、プログラマーの方がすごいここがこだわってくれて、うん、俺がそんなに口うるさくシームレスにしてくれって言ったわけじゃないのにちゃんとこう自分たちのこだわりでシームレスでやるっていうのを決めて、うん、そこがこううまくすごくよくつながりがうまくできててもうゲームからイベントでイベントからゲームっていうのがもう次間なく流れるようになってます。で当然スキップしてもまあ若干タイムラグはあるのかな、まあそんなにストレスにならないいいような形でスキップできるようになってるから、うん、あとそのスキップの操作に関してはいくつか質問があったんだけどなんだいちいちこうメニュー開いてスキップするのが煩わしいと、うん、まあ、そんなもんちゃんと一発スキップも用意してるんで、まあ、ご心配なく。そうですね。じゃあ、今回はもう海外のユーザーの質問を書いてるんですけど、はいはい、これからそこに行きましょう。ベルトさんという海外の、まあ、ブログで結構見てくれてる方ですけど、うん、知りたいのは、まあ、このプロジェクトの中に一番ストレス感じた後、一番楽しいことは何でしたか？一番ストレス感じたのは、なんかこう、偉い人たちがベオのメガネを取れ取れってうるさかった。取らねえっつんだよと。うん、なあ。そうですね。まあね。まあ、ベオのデザインにいろいろありましたね。まあ、いろいろあったね。いろいろありましたね。いろいろありました。まあ、最終的にはいいデザインになったから、うん、まあいいんじゃない？まあ、そうですね。うん、まあ、キャラのデザイン難しいですね。まあな、キャラ、うん、なかなか一発で決まるってことはないからな。で、一番楽しい。一番楽しい、まあ、今回あえて言えば自分の中で初めてのこう女性キャラクターの主人公っていうことだったからこうダンテだったらこうかっこよくとか、うん、ジョーだったらちょっとこう子供がなんか楽しみながら戦ってるみたいな、うん、そういうコンセプトでいろいろバトルアクションを考えたんだけど今回女性だからこうセクシーに、うん、よりこう生めかしくみたいなことをネタをいろいろ考えるのが楽しかったかな。女性ならではの、まあ、例えばこうダメージ食らったらバラが出るとか、ジャンプしたらこう蝶の羽が出るとか、っていうのが楽しかった。まあまあ、ブログ読んでる人は今大体わかるんですけど、うん、僕のスタッフって神谷さんの趣味が結構入ってるって言ってますが、言ってるな。神谷さんの趣味はまあ何割ぐらいですか？ベオのセクシさ。まあ。100% ちゃう。その通りですね。まあ、出、うん、ちゃうんじゃないですか、趣味が。まあ、それが楽しいですね。うん、次ですけど。次はね、ちょっと待って。暑くない？この部屋？うん。まあ、もうちょっとエアコンつけようよ。一時停止。いえ、一時停止？わかりました。じゃあ、エアコンつけに行きます。ペタローやろ。エアコンつけました。おかえり。ありがとうございます。ただいま次に行きましょうか。行きましょう。はい、マヤさんは悪魔文字ってゲームに関係ありますか？これな、そのグローバルサイトも見たら解読してる人いるいですよね。あれすごいな。マニアックでしょ。あれはちょっとスタッフ全員びっくりしたよな。うん、まあこれまあゲーム中には意味はないんですけど、うん、ただこので解読してくれた人は分かる通りその意味のない言葉をこう並べてるわけじゃなくて、ちょっとこうまあ お遊び程度でちゃんと意味のある言葉にしてたりするので、うん、だからまあ気が向いた時にどんなこと書いてあるんだろうって、まあ、読んでみるのもちょっと楽しいかなと。奇跡のセリフもちゃんと意味あるんですよ。
英語じゃないんですけど。ああ、ありますな。意味ないものはあまり入ってないですね。意味ないものは、はい、ないですね。次は、まあ、バラッチェンバーさん。はい。その、蝶の影、ベオネタが、蝶の影は、なぜ作りましたか、特別な意味でありますか。まあ、ベオネッタは魔女ってことで、こう魔界の住人と契約をして、でその力を借りて、まあ、攻撃に使うっていうのをやってるんで、その契約してるその主 の, あの力っていうのが影となって現れるっていうようなことを俺は設定しています。で彼女はその蝶に似た姿をしている魔物であるマダム・バタフライっていうのが彼女 の, その主に契約している悪魔なので、まあ、その姿が壁に出ている設定ですね。次はアルレンさんは、まあ、ベオネタはものすごくスタイルがあるビジュアルゲームですけど、今まで見せたものの中でそういう感じになっているんですが、まあ、チームと神谷さんがスタート時点に企画したものと、まあ、できたもので、まあ、自分の頭の中のビジョンとか夢を実現しましたか。うん、なるほど。まあ、俺はひとまず大雑把なところを設定して、で実際 の, その、まあ、デザインだとかグラフィックだとかっていうところは当然その、まあ、セクションのプロがいるわけだから、彼らに膨らませてほしいっていう作り方をしているんだけど、まあ、大体まあ、こんな感じっていうイメージがあって、で その世界っていうのは表現できていると思います、うん、ただまあ多い時で、僕らが40人50人ぐらいになるのかな、スタッフ、まあ、そういうスタッフが増えてくる中で、なかなかこう意思統一をする、全員が意思統一をするっていうのは難しくて、うん、まあ、だから最初の頃はまあ、プロトタイプをまず作ってから、まあ、プロトタイプはもう前にムービー見せてるんで分かってると思うんですけど、まあ、ああいった形でアクションしてスピーディーなこう展開をするっていうのは、まあ、あれでとりあえず共通認識ができましたと。でそこからもうちょっとこうグラフィックをこう盛り付けていって、こんな召喚攻撃も起こるし、こんなクライマックスのすごい舞台で戦うんだみたいなことは、最初はこう口で言うしかないから、なかなかスタッフも受け取りづらくて、そこでこんだけすごいゲームなんだよってことを、まあ、言っても、なかなかこうスタッフに伝わらなかったっていうところは最初はあったかもしれない。でそれがまあ少しずつこう付け足していって、まあ、肉付けしていって、でいつかな、まあ、開発が始まって1年以上経ったのかな、そこで初めてこう髪の毛の召喚のスタッフが出てきて、テンションを食らって、一連のデモができたあたりで、あ、こういうダイナミックなゲームを作るんだっていうのが、やっとチームにも浸透したな、うん、まあ、その辺はやっぱりこの規模のゲームになると苦労するところですね、うん、まあ、そういう頭の中のゲームを実現するって、チームが大きくなれば大きくなるほど難しくないですね、うん、まあ、その分こう大きな仕事もできるから、まあ、そこも醍醐味だったりするんだけどね。じゃあ次、バッタラス93さんから、武器のリアルタイムで切り替える武器のセットは2つに限られてるんですけど、なぜ3つとか4つは使えないんですか。まあ、これはもう単純にメモリの問題ですね、うん、最初はね3セットでやろうとしてたのかな、 ABC 切り替えをでやろうとしてたんだけど、メモリ的に厳しくなってきて、2セットにして、まあ、これも本当にパンパン、プログラムのドンさんがもう悲鳴上げてたから、うん、そうそうメモリ抑えてくれ抑えてくれって言って、うん、まあ、ただこう効果の派手さだとかモーションのこうダイナミズムみたいなものは削れないから、まあ、そこはスタッフが技術的にすごく頑張ってくれて、うん、まあ、なんとか A セット、B セットが収まった。なんかリアルタイム武器切り替えってなんか当たり前に聞こえるんですけど、技術的にはものすごく難しいですね。これはな、内情を話すとなかなか難しいんですよ、うん、でも、まあ、だからといってこう技術的に難しいんだ、だから
みんな我慢しろってなって、やっぱりそのみんなが楽しむところってのはちゃんと押さないといけないから、うん、で、あのまあ十分に検討して、あの A セット、B セットだったらちゃんと楽しさが作れるっていう、そのまあ、A セット、B セットとは言うけど、その手足違う時を装備するから、都合4つは伝えるっていうことなんで、まあ、十分戦略はそれで組み立てられるかなと、うん、まあ、そこの面白さっていうのはちゃんとある。次はあのクローティー・ゴーバットさんからの質問ですけど、あのセラ・ペレの比較はどうですか？ああの私はまあ個人的にセラ・ペレよりもヒナ・フェイというアメリカの役者さんの方が似てると思います。これいつ来た人か、最近？最近まだ言ってんの？まだ言ってるんですよ。で、たまにまあ、まあ、コタクさんが、まあ、セラ・ペレの話は、まあ、俺これさ、あのメガネをかけてるっていう共通点しかない気がするんだけどさ、おまあ古いんですよこのギャグ。ああまあな、うん、まああのこれね、あのまあ北米だったらこうサラ・ペイリーっていう名前が出てくるんだろうけど、うん、日本は日本でね、なんだっけな、例えばアンジェランスとかいうのが出てきたりして、うん、多分ね国ごとに言ってんじゃないの、その国の有名なメガネかけてる。その通りです。あの髪の毛が長くて、眼鏡かけたら OK みたいな、うん、まあ、この辺の印象もあまあまあ十分今もうあのプロモーションビデオなんかいろいろ出てると思うんだけど、うん、まあ、実際プレイしてみて、当然ゲームの中のそういうイベントシーンを遊んでみたら、もうベヨネットはベヨネットだっていう認識がちゃんとみんなできるみたいなんですよね。もう逆にこうサラペーリー見て、あ、ベヨネットって言ってくれたらいいんじゃない。ああ、その通りですか。まあ、すごくそれを言ってほしいですね。